シルビー・アポポビッチはセルビアの女子バレーボール選手。モンテネグロのニクシッチ出身。ポジションはリベロ。セルビア代表。セルビア代表で活躍するリベロ。2005年にアンダーカテゴリー代表として U-20 世界選手権に出場した。2009年にシニアのセルビア代表に初選出された。2010年に日本で開催された。 世界選手権に3大大会発出場する。2011年のワールドグランプリで銅メダルを獲得した。同年9月のヨーロッパ選手権で初優勝を果たした。2013年からスイスリーグの競合 VBC チューリッヒに移籍した。2015年5月に行われた世界クラブ選手権で銅メダルを獲得し、自身もベストリベロ賞に選ばれた。 同年8から9月に行われたワールドカップで銀メダルを獲得し、リオ五輪出場権獲得に貢献した。2016年8月のリオ五輪では母国を初の銀メダルへ導いた。2018年の世界選手権で金メダルを獲得した。2018、19シーズンはカザフスタンリーグのアルタイ VC でプレーした。2019年の欧州選手権で 大会連覇に大きく貢献した。2021年開催の東京2020オリンピックで銅メダル獲得した。セルビアゴラテン本時、シールビアポップビッチ、FIVB 公式サイトプロフィール。ありがとうございます。